皆さんおはようございます。豊田真帆です。さて私は今日比谷サンテさんに来ています。今日ですねモガさんのお洋服をいろいろ見せていただいたり、可愛いお洋服を試着させていただいたり、今季のおすすめなど教えていただけるそうなので、楽しみにしていてください。今日も私は自撮り棒で頑張っております。ではでは。さてさて、こちらがモガさんです。1階にあるんですよ、日比谷シャンテの。可愛い服がいっぱいありそうだ。なんかねこちらねセレクトというかおすすめのセレクトショップ的なものもあるし、日比谷シャンテならではの品揃えみたいですね。では入ってみましょう。こんにちは。あ、店長のよろしくお願いいたします。なんか春物と一部セールが残ったりして、なんかね今ちょっとワクワクする時期ですね。両方見て本当楽しいですよね。どうも。わあ、可愛い。こちらは春物ですね。あ、素敵なブラウス。あれ、これちょっと上着なんだ。セットなのかな。あ、ちゃんと分かれている、合わせているんですね。こういう着こなしいかがでしょうかみたいな。 T シャツだけだとカジュアルになりすぎるけれど、このレースの羽織があるだけでなんとなくお出かけ風。この色味とか爽やか。春だ、初夏。あら、これも便利そうな、ちょっとコクーンみたいな。このカーディガンって可愛い形してますね。こちらは全部 2way で着ることもできる。おー、あー、こっち側で前、はい、そしてこっちを前にすることもできる、はい、わー、綺麗な色。それでいてあの袖がちょっと今時っていうか、ちょっとコクーンの周りシルエットになっているので、ね、うん、本当に前に着ても後ろに着ても綺麗なシルエットが、ね、いいですね。になってます。何色があるんですか、他に。ブラウンと、ネイビーとブルーの3色になります。ちょっとあのなんて言うんだろう、ふわっとした生地もいいですね。そうですね、このなんですけど、ぴったりしないので、ね、すごく体の線を拾わずに着ていただけると思います、ね、ちょっと今っぽい色もシャープで綺麗だ。おー、このスカートもかわいい。へー、ちょっと大人っぽい感じ。あ、これはどこへでも着ていけそうなワンピース、シャツワンピ、はい、あ、そう、ここシースルーで、はい、ノースリーブなんだけど袖の部分、袖がある、はい、ダッフルしていて透け感がある。こちらはモガの中でも少しカジュアルなラインのフィーリックというラインになっていまして。フィーリック、はい、日比谷シャンテのお店には入っている、うん、あ、日比谷シャンテ と一部カジュアルなものが得意なお店にも入っているんですけど、日比谷シャンテには必ず入っている。これは便利そうですね。ちなみにおいくらなんだ。こちらは、税込みで46,200円になります。ネイビーなんですね、はい、ネイビーと黒かな。ネイビーのみ、ネイビーと、ちょっと濃い、濃いネイビー、はい、ネイビーの組み合わせになっていて、真夏以外は結構オールシーズン着ていただけるかなと思います。これでも真夏もいけそう、はい、本当ですか、うん、だって冷房対策とかにもなる、ね、なるなる、うん、真夏絶対いけます。かわいい。後ろもちょっと今シーズントレンドのセーラー、引き続きトレンドのセーラーエリ風味な形で、うんうん、本当のセーラーになってしまうと、うん、ちょっとこう学生っぽいイメージでなってしまうんですけど、いい、こちらは自然に着ていただけると思います。あ、これは携帯とか入れられる、ちょっとした、はい、ミニポシェットになります。ミニポシェット、なんかあのバッグを大きいトートとか持ってて、それはずっと持ち歩かないんだけど、お財布と携帯とティッシュハンカチとかを入れてちょっとサクッと出たいとかっていう時にこういうの便利ですよね。バックインバッグにもね、バックインバッグ、かわいい、斜め掛けもできるみたいな感じですかね、はい、あ、これで伸びるんだ。そうなんです、調節していただいて、かわいい、ポシェットにもできますし、ちょっとこうハンドルバッグみたいな形で、こんなに伸びる、はい、結構長く、うん、これでもいいし、かわいい、かわいいです。これいいですね、手ぶらで。ちょっとバックインバック最高。ちょっと白っぽい素材も今年らしいので、うん、ね、コーディネートにポイントになると思います。素敵です。そしてかわいい袖口がレース、これさえ着ていればみたいな。
そうですね、1枚で完成するワンピースになるんですけれども、やっぱりお袖のこのエンブロイダリーの刺繍のところが、ね、そして着ていて楽みたいな。そうですね、あとポケットもついていて機能性もあるので、はい。で、あれ、この時期にコートですか？少し羽織物のコートもまだセールと新しい商品のミックスをしているので。これかわいい、これかわいい。こちらカポックノットというブランドになるんですけれども、うん、はい、カポックという、うん、新しいお素材を使っている、うん、中綿にそのカポックという素材を使っているコートになります。なんかおしゃれですね。シルエットもすごくちょっと本調になっていて、すごい便利そう。だんだんもう今年暖かいと思うので、ね、朝来ていただくと、あ、いいな、これ、おお、いいですね、かっこいい。なんかこれ着るだけでおしゃれさんになれる感じ。結構シルエットがワイドで、ね、すごく決まると思います。本当ですね。フードは取れるんですか？フードはあついて、あ、そうなん、取れるんだ。うん、おしゃれ。このあたりはセールで。なんか今年デニムジージャンとかまた引き続き流行っている感じですか？そうですね、デニムはだいぶもう皆さん定番になってきているかなと思うんですけど、これシャツ、はい、シャツ型の、うん、結構ジージャンに抵抗のある方もいらっしゃるので、あ、そうですね、シャツっぽくビッグシルエットでバサッと羽織っていただくと、うん、よさしかったりするかなと思います。ジージャンって肩凝っちゃう時があるから、ね、シャツみたいに柔らかい感じの方が嬉しい。でも一気になんかカジュアルなおしゃれ感が出るからね。慣れ感は出ますね。ね、出ますね。そしてこちらも春物。あ、これ意外とカチッとした。そうなんです。少しセットアップ的な、うん、今ちょうど時期的にセレモニーの時期になるので、4月に向けてのちょっとご提案という形で、これはマントがついた形のジャケットになるんですけれども、セットアップでね、はい、あ、この全部スーツでも着れるってこと？このブラウスでもいいし、入れていただいたり、暖かくなったら入れていただいたり、このマントも取り外しができるので、あ、いいですね、普通のシンプルなジャケットになる。ルイのノーカラーのジャケットとして着ていただくこともできるので、うん、爽やかな色、ラベンダーブルーが、ね、でこのブランドとしてもセットアップ素材はパンツのみって感じですか？はい、こちらはパンツのみのパンツになります。これはベージュ、こちらはバスケットツイードというオリジナルのツイードを使った、おしゃれな素材になっています。ちょっと目面感があって春らしい、ね、素敵。これはもう本当なんか昔からのド定番のライン形みたいな。そうですね、モガの中でもこのスーツシリーズもかなり人気をいただいていて、うん、スカートとパンツのセットアップになっています。素敵です。そしてちょっとツイード、これは大きめで可愛いですね。こちらは本当にカーディガン風に羽織っていただけるようなツイードのジャケットになっていて、うん、こちらはセットアップじゃなくてトップスジャケットだけなんですけど、うん、デニムに合わせたりとかワンピースに羽織っていただいたりとか、いい、カジュアルに着ていただきます。で、色違いで紺系、はい、ネイビーになると一気にこう、ね、キッチンと感も出るので本当ですね。なんかでもカジュアルって言ってもこういう風に着たらちゃんとセレモニーでいける感じ、パールを合わせていただいたりとか、ね、ネイビーで締めていただくと、かわいい。あ、さっきの店長さんが着てたやつ、はい、違う、はい、あ、そうです、同じものになります。すごいかわいい、これ柔らか素材で春先バッチリです。ちょっとサテン調の光沢のある素材なので、うん、軽やかに着ていただけると思います。そうし、なんかベージュ、定番のベージュとネイビーのやつです。あ、あとこれ黒もあるんですね。あ、そうなんです。あ、これは便利ですね。めちゃくちゃ便利だと思います。本当に先ほどの色も素敵なんですけれども、やっぱり黒だとどこにでも本当ですね、使えるので、それでいてね、このなんて言えばいいの、マント、ショール、はい、そうですね、ケープ風の、ケープ風がつくことによって、はい、なんとなくね、一味二味違うっていう。そうなんです。なので通勤とかでちょっとこうおしゃれ楽しみたい方とかは通勤機会にでテープつけていただいて、うん、会社に着いてからはちょっと真面目な感じに変えていただいてもいいですし、みんな朝そんな忙しい時できるかな。でもね、いいですよね。一枚で二度も三度も美味しいみたいな。あ、素敵です。ありがとうございます。
そしてなんかこちらのモガさんはカジュアルめのお洋服も充実しているということで。そうですね、こちらもオリジナルではあるんですけれども、うん、少しポンチョ風のカジュアルアウターもご用意させていただいております。あ、かわいいこれ。なんか便利。こちらも春の新作です。へー、シワにもなりにくい素材だったりするので、うん、あ、私モガさんのチェックのスカートとかよく着てました。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。2、3年前ぐらいに買ったのかな。なんかすごい重宝で。はい、ありがとうございます。チェックも定番だったり。そうですよね、はい、そう、かわいい。なんか今私が着てるワンピースと同じワンピースになります、うん、あー、本当だ、かわいい。あ、まあ、切り返しがすごいかわいい。そうなんです、裾の部分とかちょっと細かいところに、うん、はい、本当ですね、かわいい、いいですね。カジュアルにもちゃんとも。そうなんです、ね、カジュアルにで、いいですね。ちょっとシャカッとした素材です。はい、春らしいお色の素材で、うん、白ブラウスとかっても絶対もう毎回毎回買って本当飽きない。かわいい、この飽き具合が。そうなんです、なんともこの首元の飽きと、あと肩に向けてのこのシャーリングがポイントで、ね、ストライプと白の甘いんだけどちょっと抜け感があっておしゃれな感じでいいですね。この爽やかに着ていただけると思います、ね、落としどころがちょっと抜き襟になっている。そうなんです、抜いてきていただいて、素敵、後ろも少し長くなっていたりするので、インして、前だけインしていただいたりとか、かわいい、カジュアルでもきちんとにも着ていただけると思います。いいです、いいですね。さて、なんか春らしいブルー系が今季は。そうなんです、おニット、はい、立ち上がりのところはちょっと、うん、あの本当に1枚で春に着ていただけるようなお色で、ピンクとブルーと、あの白が推しの色になっていて、ピンクかわいい、このブラウスなんかいつまでもなんか定期的にピンクって惹かれるんですよね。わかります。かわいいんですよね、顔周りがすごく綺麗に見えるので、ね、うん、いいな、このブラウス。お、かわいい、ゼブラ側からのスカート、はい、ちょっと、あ、意外と長さがありますね。あ、そうなんです、かわいい、素敵です。これも春物です。こちらは、冬物になりますが、生地も薄めなので長く着ていただけると思います。かわいいです、さらりとね、黒のタートルとかでこれ着たらかわいい。あ、素敵だと思います。ちょうどセールものになるんですけれども、春先まで長く着ていただけるような、ちょっとコートっぽく羽織れるワンピースもあって、セットアップにはならないんですけど、同系色なので合わせて着ていただいても素敵と思います。なんかもっとずっといけそうですね。あ、そうなんです、こちらはセットアップになります。かわいい、素敵だと思います。やっぱりこの襟。あ、そうなんです、モガさん一押しの、あの進化系セーラー襟になります。これもかわいい、こういうワンピースが好きな人はたまらないでしょ。そうです、あ、でもお似合いです、かわいいです。めちゃめちゃ長さある。やっぱり丈が結構長い方が、あのご希望される方も多かったので、あとペタンコ の、あのシューズだったりとかスニーカー合わせの方も最近はすごく多くなってきているので。これはワンピース、はい、こちらも。あ、これかわいい、素敵です。ふわっと広がるワンピースで、はい、ベルトでアレンジしていただくこともできるので。これは色は、色の方がベージュと、あとはブルー。あー、なんか雰囲気全然違うね、全然違いますね。あー、ブルーも素敵です。ブルーもあのパーッとしてるブルーっていうちょっと落ち着きのあるブルーだから。そうですね、ね、落ち着いて着ていただけると思います、うん、これかわいい、かわいいです。ピンクいかがでしょう。でデニムがすんごく履きやすくてびっくりしちゃった。柔らかい、伸びるし、めちゃくちゃ伸びて本当に履きやすいデニムです。すごい、これはいい、あのストレスフリー、ストレスがないこのデニム、やばい、これいいですよ。人気ですよね、きっと。人気です、ストレスフリーなんですけど、シルエットがすごく綺麗なので、うん、まあね、夏塗ったサンダルとか。あ、ちゃんと割れてるんですね。そうなんです、ちょっと内側にデザインが入ってます。かわいい、皆さん見れますか、これ。これ大おすすめ、私サイズ今3を履いてます。
ますけど、伸びるからちょっとこうね、ちっちゃめでも大丈夫。サイズ展開は3サイズです。これでじゃあちょっとコートを。あ、春らしい。あ、おしゃれ、おしゃれさん、素敵です。着るだけでなんかいいですね。春らしいし、これも軽くていいですね。それでいてちょっと光沢があるからおしゃれな感じがする。少し光沢のあるシャバッとした素材なので、軽く羽織っていただいてシワ感もそんなに気にならない。このトレンチはネイビーとネイジュの2色展開です。サイズは2サイズ、これ大きい方ですか。このボタンがまたちょっと光ってないの、マットな感じの、マットですね、かわいい。ちょっとこう目立たないようにあえて。わかる。なんかあの一番困るのが、ここがゴールドでジュエリーをシルバーにしたいとか、まだなんか私それをちょっと合わせたいタイプ で自分で作るジュエリーとかはだから3カラーゴールドとかにしちゃって、どっちでも合わせるようにして。それは便利ですね。そうなんです、いいですね。じゃーん、かわいいです。かわいい。これこちらはストーリーさん、はい、との、はい、コラボ商品になります。かわいい。これ今ねブラウスで合わせてますけど、タートルとかロンティーとかでもかわいいですよね。長く着て合わせて着ていただけると思います。これもなんかすごい1年中着れそう。でもオールシーズン着ていただけるので、中にタンクトップとか半袖入れていただいてもかわいい。それいいと思います。私だとちょっと大きいサイズの方を着てるけど、丈がこれぐらいになるのでぺったんこにするとか、もしくはちょっと出せそうです。少し2センチ出せる、はい、長く着れるかもしれないです。でこれは、3月頭ぐらいだったらまだ残ってるかもしれない、はい、お店に残ってるかもしれない。これちょっとおすすめです。すごいお似合いです。かわいいです。後ろもすっきりね。これはいいです。いかがでしょう。素敵です。いい女です。これあの普通にいい女度をアップしてくれます。ね、かわいい。このブラウス、これ絶対みんな買った方がいいかも。ぜひぜひ。これストライプもあるんですよね。柄違いはストライプ。いやでもね、白おすすめだな。これだと、まあこれもかわいいカジュアルで、例えばこのストライプだと、これだとシルバー、かわいい、爽やか、素敵です。でもやっぱり白のおすすめです。いい。これ普通はこういうサンダルでもいいけど、ちゃんとした靴パンプス。お仕事であれば、お仕事であればよりいい。仕事できそう。かわいい。このブラウスは絶対おすすめでございます。ちょっと浮き襟になっているし、スニーカー合わせでも丈感あると思います、ね、あのこの光沢感あるこれぐらいの長さのあるスカーフだとスニーカーでもね、可愛いですね。バランスが取りやすいと思います。です。いかがでしょう皆さん。素敵です。このブラウス新作で一押し。素敵です。さて皆さん、日比谷シャンテの野賀さん、いかがでしたでしょうか。思わずお洋服買っちゃいました。だって可愛かったんだもんみたいな感じで、今度私服コーデでもご紹介しますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。この回が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまたねー。